アタック。私と勝君はヒッコリーからシャトルで空へ上がった。カミーユは間に合わなかったが必ず戻ってくる。アムロレイもカミーユに触発され、かつての勘を取り戻しつつあるようだ。アムロは私にカミーユを必ず空へ返すことを約束した。だから私もグラナダでゼータガンダムを用意するのだ。チタンズは連邦議会の時期に合わせフォン・ブラウンを制圧する作戦に出る。次の作戦ではラーディッシュから出撃することになりそうだ。聞こえるか、クワタロ隊。敵艦隊をキャッチした。キャプテン、まっすぐ敵艦と接触したい。了解、後続はすぐに出す。帰ってこいよ。隊にはこの作戦の後、連邦議会でブレックス巡哨護衛の任務ある。そのつもりだ。巡哨と仕事がしたいから。そういうことだ。百式、出るぞ。時代は変わったんだ。オールドタイプは失せろ。おとりに使われただけなのよ。シロコがドゴスギアで降りるところを見たでしょ。それが作戦だ。我々はフォン・ブラウン市に着陸した。そちらが攻撃をやめ停戦を受け入れない場合はこの都市を全面破壊する。繰り返す。
いつぞやの男か。ご苦労だったトイ。作戦は失敗に終わったが、後のことは任せろ。タイは地球へ降り、連邦議会へ行ってくれ。順将も待っている。ただいまの決議は明日まで持ち越し、本日はこれをもって閉会いたします。地球でのほほんとしている連中は、空で何が起こっても全く他人事だ。はい、地球連邦軍の指揮権をティターンズに渡す方に傾いているなどと信じられませんでした。ジャミトフは、地球上の政治家は地球に住むべきだと抜かしたんだ。このアフリカ大陸の半分が砂漠化した現実を見てもそれでいいというのだよ。政治家たち全てを空に運ぶ方法はないのでしょうか。宇宙余韻が怖いのだとさ。明日、無駄は承知で政治家たちの宇宙移民を提案するか。緊急動議で。ああ、それも良いかと。順将。クワトロ大か。順将、ティターンズにしてやられたよ。しっかりしてください。君には世の中を動かす人になってもらいたい。順将、君がエウーゴの指揮を取れ。シャア・アズナブル。ブレックス順将。これで地球連邦軍はティターンズの管轄下に入り、聖戦は我らのものという。しかしそうかな。今日の都合で魂を売った人々の決定などは明日にも崩れるものさ。月面都市グラナダのウォンリーのもとへ、ブレックス准将死亡の知らせが届いた。それはグラナダ上空をティターンズの作戦に使われたコロニーが通過している時のことであった。